うわ、ゴキブリ。何か叩くもの。いや、殺虫スプレーどこにあったっけ。あなたは霊長類最強と聞いて誰を思い浮かべますか。蛇も嫌いだけど虫も大嫌い。アキラさん、お昼ご飯ができましたよ。はるかさん、来ちゃいけない、ゴキブリがいます。ゴキ。その薄汚い体で遠野家の敷居をまたぐなど到底許されることではありません。身の程を知りなさい。俺は妻を思い浮かべます。俺の名前は遠野明。アキラさん、大変申し訳ございません。私としたことがあのような存在の出入りを許していたとは。遠野家の妻、失格です。奥さんはいわゆる霊長類最強系妻です。ああ、いいんですよ。あんなのどんなに気をつけてたって現れるものなんですから。むしろはるかさんの手を煩わせてしまってすみません。俺が未だに頼りない夫なせいで。そんなことはございません。頼りない夫なんかじゃありません。アキラさんと一緒にいられるだけで私は幸せなのです。はるかさんの旧姓は東雲という。東雲グループはこの国有数の巨大財閥の一つだ。両家のご子息やご令嬢が集まるセレブなパーティーにたまたま参加することになった俺は、そこで毎年行われているという企画、その名も出雲プレゼンツ縁結びゲームで、はるかさんと出会った。そのゲームの参加者として選ばれた俺たちは無人島でのサバイバルを強制されたのだが、お嬢様育ちゆえに過酷なサバイバルに耐えきれず倒れたりしてしまうのではと思われたはるかさんが。蛇は貴重なタンパク質です。東雲家の女たるもの、どんな時でも家庭に温かな光を灯せるものであれと教えられてきましたから。東雲家の女たるもの、どんな小さなチャンスも狙い撃ちせよと教えられてきましたから。それはそれはすごいサバイバルスキルで俺を助けてくれたのだ。すごい。そんな霊長類最強系お嬢様が縁あって俺の妻に。30歳のただの実業家がこんなすごい人と結婚できたなんて本当に夢みたいだよな。料理も上手だし。はるかさん、食欲ないんですか。はい、ちょっと朝ごはんを食べ過ぎてしまったかしら。それから数日、はるかさんは日に日に元気がなくなっていき、心配しすぎて我慢できなくなった俺は無理やりにでもはるかさんを病院に連れて行こうとした。はるかさん、具合が悪いならちゃんと病院で見てもらわないと。あきらさん、ごめんなさい、実は病院にはもう行ったんです。じゃあどうして良くならないんですか。そんなにやつれて何の病気なんですか。それはちょうど今日お話ししようと思っていたんです。え、まだ8週目なんですが赤ちゃんが来てくれました。あ、うわぁ、そうですか、そうですか。はい。体調不良の原因はつわりだったのか。はるかさん、家事全般は俺がやりますから決して無理をしてはいけませんよ。大丈夫ですよ。アキラさんにはお仕事もありますし、すべてをお任せするわけにはいきません。でも出産は体力勝負ですよ。じっとしていては体がなまってしまいますから。そうですか。本当に大丈夫かな。困ったことにはるかさんはその後も常に全力だった。はるかさん。はい、何でしょう。つわりも大変なんですからもっと手を抜いてもらっても。むしろ俺がやるのに。ご心配には及びません。こちらすべて出来合いのものです。え、そうなの。おしゃれ。東雲家の女たるもの、食事はまず目で楽しめるようにせねばならぬと教えられてきましたから、お料理に手を抜いた分盛り付けにこだわってみました。これは全然手抜きになっていない。別の日。はるかさん。はい、何でしょう。それ全部読むんですか。はい、すべての情報が正しく役に立つとも限りませんが、知識はあって困るものではありませんから。でもそんなにたくさん。大丈夫ですよ。東雲家の女たるもの、最短で最大の利益を得よと教えられてきましたので、一度で必要な情報をすべて記憶し二度と読み直しません。いや、心配なのはそこじゃないです。また別の日。はるかさん。はい、何でしょう。ちゃんと休んでますか。ずーっとやってますよね。
アキラさんとの大事な子供が生まれると思ったら、私ができることは何でもしてあげたくなってしまって。ほらもう、座りもあるんですから無理しちゃダメですよ。言わんこっちゃない。すみません。もっとゆったりまったりしていいんですよ。大事な体なんですから。ですが、東雲家の女たるもの。遥さんは、もう俺の妻なんです。東雲家の教えがどうであれ、俺は妻に自分の体を最優先に考えてほしいんです。アキラさん。遥さんは本当にすごい人です。真面目で頑張り屋さんで、とても優しくて。でも、俺の妻たるもの、決して無理をしてはいけません。辛い時は辛いと言って、休まなければなりません。ね。はい。それから俺たちは、我が子の誕生を楽しみに。あとなんだっけ足りないもの。ベビーカーと、バウンサーと、ゆったりと日々を過ごし。女の子？赤ちゃんの成長につれて、遥さんのお腹も大きくなり、やがて臨月を迎えた。今日の検診も順調でよかったね。はい。今車を回すからゆっくり歩いて外においで。よろしくお願いいたしますね。スミレ、もうすぐ会えるのね。何の騒ぎかしら。くそ。この病院は俺の妹の命なんてどうなってもいいってのかよ。君やめなさい。落ち着きなさい。うるせえ。警察呼ぶ？そうだな、このままじゃ怪我人が出るぞ。ここは病院ですよ、静かになさい。近づくな。危ない。離せよ。手を離すべきはあなたの方です。うわ。何今の。すげえ。見下ろす形で申し訳ありません。かがめないもので。何があったかは存じませんが、周囲の患者さんにまで迷惑をかけていい理由にはなりませんよ。だって妹が命に関わる病気なのに、うちの親は金がないから諦めろって言うんだ。あいつらマジで最低のクズだから、妹がどうなってもいいんだよ。信じられねえだろ、実の親のくせに。だから俺が何とかしなきゃならねえのに。でも俺のバイト代なんかじゃとても。だからといって、あなたがこんな騒ぎを起こしたところで何になりますか。妹さんが余計に悲しむだけということが分かりませんか。じゃあどうすればいいんだよ。スミレを、妹をこのまま見殺しにしろって言うのかよ。妹さん、スミレさんとおっしゃるのですね。これもきっと何かの縁ですね。誰か東雲家の者に話を通してください。この方の妹さんの治療費は全額私が負担します。お願いします、すぐに準備を。はい。あんた、いや、あなたは一体何者。遥さん、探しましたよ。私は遠野遥、旧姓は東雲と申します。嫁いだ身ではありますが、この病院は私の一族の者が多くおりますので、ご心配なく。え、東雲ってあの誰。遥さん、何かあったんですか。明さん、実はですね、少々興奮したら産気づいてしまったようなんです。そのまま遥さんは分娩室へと運ばれた。そしてあれよあれよという間に。よかった、遥さんもスミレも無事で。さすが遥様ですね、見事な安産ですよ。よかったよかった。アキラさん、お父さんになったんですから、スミレに笑った顔を見せてあげてください。ごめん、俺が一番取り乱しちゃったよ。その後、ようやく俺は遥さんからあの男の子の話を聞いた。ええ、さすが霊長類最強系妻、いや、霊長類最強系妊婦。
いや、違うか。今日からは。ん？アキラさん、何かおっしゃいましたか？いや、なんでもないよ。俺の大事な大事な奥さんは、今日からは霊長類最強系お母さん、です。俺にも抱っこさせて、スミレー。漫画エンジェル猫岡では、スカッとする話、感動する話、キュンとする恋愛漫画、読んでいて心が温かくなる、優しくなるをテーマに物語を制作しています。コメント欄で盛り上がっていただけると嬉しいです。また遊びに来てね。